こんにちは、たまおです。今日のシャンク品はこちらです。グラフィックボードです。メーカー名はマンディ。型番は RTX3080 LHR のメモリア 12GB です。見たらわかるんですけれど、簡易水冷タイプの珍しいものです。ちょっと変わったのが売っていたので、こちらを購入してみました。 動作しないジャンク品だということで、今日はこちらの修理をしてみたいと思います。準備ができました。玉ファンを持っていなかったので、CPU クーラーを仮付けしました。それでは行きます。電源、オン。ファンが一瞬回ったんですけれど、作動しませんね。今度は右側のコネクタを抜きました。行きます。電源、オン。 回りました。右側のコネクタを抜くと回りました。映像は出ませんでした。また今回も右側の電源系なんでしょうか。分解して点検していきます。分解していきます。全体はこんな感じです。点検していきます。 こちらのシャント抵抗のラインがショートしています。こちらもショートしています。ここは大丈夫です。ここのシャント抵抗のラインもショートしています。やはり右側ラインの12ボットラインがショートしているようです。点検していきます。 ここコンデンサー取れちゃってますね。このコンデンサー2つが外れちゃっています。玉が分解するときにぶつけてしまったのか、もともとかはちょっとわかりません。ちょっと避けときます。ここを見るとフラックスが染み出てるんですよね。拡大してみます。ここのフラックスが染み出てるんですよね。 コンデンサーがショートしています。こちらもショートしています。やはりここ怪しいですよね。マーキングをしておきます。左側の電源フェーズも見ていきます。左側の電源ラインは大丈夫そうですね。 大丈夫そうです。金属のスペーサーつけてきます。つけ終わりました。玉をこんなの買ってみました。SMD テスターです。これでチップ抵抗の抵抗値を測ったり、コンデンサーの容量を調べることができます。外れてしまったチップ抵抗の容量を測ります。数値は 770ナノファラードでした。ホットプレートです。こちらを使っていきます。電解コンデンサーを保護するのに、ターマルパッドで保護しました。温めていきます。ジュイーン。フラックスを塗ります。 はい、温めていきます。 DRMOS を外しました。外れていたコンデンサーもつけました。電源のショートも解除されています。外した MOSFET です。DRMOS がデッドショートしています。 型番は UP9642A となっていて、玉はこちら持っていませんでした。アリエクスプレスで1店舗だけこの DRMOS 売ってました。10月になっちゃうみたいなので、とりあえずはこの状態で起動できるか確認したいと思います。DRMOS が1個ない状態です。作動確認したいと思います。電源オン。回りました。 どうでしょうはい、来ました。ヒートシンクついていないので消します。電源入りました。ということで、やはりこちらの DRMOS の不具合だったみたいです。前回のグラボも MOS FET で、今回も DRMOS でしたね。最近ちょっとこの不具合ばっかりで、ちょっとつまんないんですけれど、なんとか起動することができました。 こちらは部品が来たらまた修理したいと思います。アリエクスプレスで頼んだのがこちらの部品なんですけれど、UP9642A ですね。結構部品代が高いんですよね。2個で2343円です。タマオはもう今頼んだので、これ1注文でついたんですけれど、初めて注文されたみたいですね。まだあまり壊れていない DR モスなのかもしれません。あと、たまおは今日こちらを使いました。 Unity の UT116C SMD テスターです。結構便利でした。アムテックの正規品のフラックスです。以前は VS213ATF 使ってたんですけれど、今はこちら使っています。NC559V3TF。粘度がこちらの方が少し高いんですけれど、ヒートガンに対してはこっちの方が相性が良い感じがしました。 新しいタイプは紫外線で光るようになったみたいです。本物の証みたいです。ダブルハンダゴテも買いました。今日は使わなかったんですけれど結構便利です。今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。良かったなと思った方はチャンネル登録してくれると嬉しいです。